間でちょっと尺八っぽいフレーズで簡単めのやつをやってみましょうか。うん、おこれを話すだけですね。首を振るのは最後だね。よく見て。この公演はご利用の皆様にお知らせします。ああ、なるほどなるほど。他の方のメールアドレスなどのご案内をお願いいたします。おお。なお、スケートボードの入団スケートがどうすか。いやー、混むそうですね。混むそうですね。これでね、かぶってたらもうね、完璧に混むそうっすよ。エルガーさん、傘持ってましたもんね。ああ、そうですね。傘かぶって吹きたいしね。ねえ。うん、雰囲気出るね、そっちの。皆様が。投げ銭くれないから、誰か。なんかね、こう、お茶碗とか持って、ね。そうそう、お茶碗とか持ってね。すげえ、なんか今画面見てたらさ、うんうん、なんか結構すでにやり込んでる人っぽく映ってるよ。本当ですか。うん、いや全然今日初めて触ったんですけど、でも嬉しいっすね。じゃあちょっと難易度上がるかもしれんけど、うん、全押さえから一つ。ああ、オッケー。こう当てるじゃん。うん、この部分はちゃんと顎で塞いでないとダメで、うん、まあ、隙間行ったりするとならないので。ああ、そっかそっか、そうだよね。いいっすね。ああ、でもやっぱり全押さえからの一押さえは、そうだね。結構むずいですね。最初の全押さえがなかなかならない。ちょっと待って、うん、もしかしたらまだもうちょっとこう、溜まってるかも。ああ、なるほど。まあ、美しくないんだけどね、こういうのは。ほんとあれで吹かなきゃいけないんだけど。あ、これ、中指がね、どうしてもね、離しちゃうね。リコーダーの感覚でね。あ、なるほどね。もう、うん、だから、そうだね、こうやってホールドしとくっていうのがもうデフォルトになってないとダメだからね。そこはちょっとこう、特殊かもしれないですね。うん、そうね。中指を離さないっていうところがあって、うん、ここでワンポイント、はい、あのこれをつけるともっと尺八っぽくなるっていうのがありまして、今はこうこれでやってるんですけど、うん、尺八にはこういうっていうこうなんていうかな、一瞬ちょっとこう浮かせてピッピッてまた叩くみたいな、うん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 、あの装飾音がありまして、はいはいはい、まああのリコーダーでタンギングってやったでしょ。ああ、そうか、だからタンギングだ。そうそうそう。なるほど、なるほど。これ音楽の授業で、まあ、やらされたと思うんだけど。多分それ聞いてなかった。尺八ではあんまりやらなくて、それを。伝統的な奏法ではあんまりやらなくて、うん。それの代わりみたいな感じかな。で、あの、今ね。うん、っていうのを。うんうん、もう一回。新横浜公演をご利用の皆様にお知らせします。普通にやると。スケートボードの注目ね。ああ、なるほど、そういうことか。まずはこれでやってみようか。あの人差し指だけを人差し指を押さえてる状態で。まだね、このね、中指を押さえ続けるっていう、はい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 、ことに集中しなきゃいけないがために、なるほどなるほどね、なんか人差し指が離れない、なんかこれを離すとなんか中指まで一緒に離れてしまって、なるほどね、なんかまだね、はいはいはい、無意識のところまで落とし込めてないかな、だからそれでちょっとね、むずい。なるほどね、まだ先だね、もっとこれ、ね、このホールドの仕方がちゃんと身について、そう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 、こういう指の動きがもう、あの完全にインプットされてからやれば多分大丈夫。そうだね、うん、なんかねまだ頭で考えちゃってるから、うん、いやもうね、イエイエさんがね、うん、あのすごい想像を超えて早くさこうなんて上達していくからね、ちょっとうん、今どんどんやっていっちゃってるけど、ああ。尺八って結構ね、効果音的なこともできて、はいはい、なんか面白いですよ。面白いね、うん、これコロコロっていうテクニックなんですけど、はい、これもちょっとチャレンジしてもらおうかな、はいはい、コロコロ、まずですね、前押さえから親指だけを離します、はい、っていう、これあのまあ言えば競歩みたいなもんだよ。両方ってあのほら片方の足は絶対ついてるじゃん。なるほど。これもあのこの
っていう両方を塞いでる時と、うん、この両方ついてる時間をちゃんと意識して、最初はまあゆっくりでも、うん、このなんかこうコロコロってなってるでしょ、うん、なってるなってる、なかなか難しい、ね、あまあこれもね、うん、結構やっぱ指が動かないといけない、そうだね、でもねこれができるとね、今日教えたやつだけでさ、うん、例えばこう、うんなるほどね、すごいそれっぽくない、なんかめっちゃそれっぽいね、禅とかさ、なんか虚無僧とか、うん、僕もよくわからんのだけどさ、うん、なんか尺八って感じで、うわって感じするよね、するね、あそれが吹けるようになったらかっこいいんだけどな、まあ、今日教えたことをちょっとこう、うん、まあ上手にできるようになれば、うん、つなげるだけでできちゃう、そういうことか、奥深いな、まあ、尺八はね超奥が深いですよ、いやでも確かにこれプラス首振りもね、うん、プラスしてそれでいろんな技をねコンビネーションがあって、そうそう、いやーでもそれで本当に人前でね発表できる演奏できるってなるの、うん、それは3年かかるなっていう、うんうん、もうしかもあのこうねみたいな、うん、あのこう音程をコントロールするテクニックもあるから、うん、それも使いながらこうなるほどね。っていうテクニックもあるんです。まあ、あの、どんな楽器でも、リコーダーでも、タンバリンでもそうだけど、極めようと思ったらキリがないじゃないですか。そうだよね。でも、あの、ちょっとそれっぽいフレーズ吹けるってだけでもね、なんか良くないですか、うん、絶対いいですね。うん。間違いない。なんか、ね、飾っておいてさ。で、尺八吹けるのって。だってさ、1万人に1人の男になれるわけでしょ、そう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 、すごいね、そうなんですよ、そういうことか、そう考えるとすごいね、すごいですよ、そっかそっか、確かに、ね、で特にね、うん、あのまあ想像できると思うけど、尺八奏者ってやっぱ高齢者が多いわけよ、はいはいはい、若者よりはね、うん、だからこれからさらに減っていくと思われるわけ、だからさらにこう尺八吹けるっていうのは希少になっていくと思うんですよね、うん、なるほどね、音楽ある程度知ってる人は尺八を音出すのが難しい楽器っていう、あのあ知ってるから、うん、みんなそういうイメージあるから、だから音楽ができる人に逆におーすげーってなる感じ、ね、そうだね、多分一般人からしたら別にリコーダーとかあんねえだろうみたいなさ、イメージは知れないけど、全然知らん人だったらそうなると思うんだけども、うんうんうん、あのだからピアノ10年やってましたとか、うん、あのギタリストですとか、うん、トランペットやってますとかいう人に俺尺八鳴らせますよっつって、うんうん、ちょっとだけね、うん、吹けるんですよっつって、うんうん、あともうこれだけでね、うん、おーってなりますよ、あーいいっすね、はい、なるほど、尺八は一発逆転が狙える楽器ですね、そうですね、これってあれですか、 N 川さんの手作りでございます、これは何、あのなんか水道管みたいな、そうそうそう、書いてるでしょ水道って、おー本当だ書いてる、あのね、うん、あのホームセンターとか、うん、東急ハンズとかね、うんうん、で売ってる水道管ですよ、うん、これをまああのドリルで穴開けて、穴開けて、でまあここあのノコギリで切って、うん、でここですね、あの削ってヤスリで整えて、うんうんうん、こういう感じですね、うんうんうん、はい、まああの笛って極論を言えば筒に穴開けただけの楽器なんですよ、うんうんうん、でなのでまあこういうパイプがあればあの作れちゃうっていうね、うん、で私もあのまあ、イエイエさんちょっとわかんないと思うけど、あの、毛管というね、和楽器とか、あと、エジプトの笛なんかもね、作って販売してるので、興味ある方はね、ちょっと概要欄を見てください。はい。で、尺八ってあの、まあ、うん十万とかするわけよ。おー、そっかそっか。うん、うん、うん。プロが使うような竹のやつだとね。すごい。でもこれだとね、
数百円でできちゃうんですよ。おーすごいね。はい、なのでね、あの尺八興味あるけど高えよって思ってる方でね、あのまあ、こういうこれはあの実はプラスチックで、うん、あの入門用の、U っていうあの尺八で、これが12,000〜13,000円ぐらいかな。あでも結構するんだね。うん、まあ、ほんでもね10万20万の世界だから、うん、これは安いんだけどね。でもまあこれだとね、これだと数百円で、数百円できちゃうからね。へ、はい、すごい。まあ楽器で数百円なんて言うたらただみたいなもんですよね。確かに。ぜひあの動画をご覧の方もね、あの作るなり、まあこれ売ってる人もいるんでね、あのこういう水道管尺八を安く売ってる、まあメーカーだったりあの個人の人とかもいるんで探してみて、うん、ぜひ始めてみてください。はい。でもね今日はね、すごくいい経験になりました。今までの多分俺が、あの N 川さんに、はい、あの教えてもらった楽器の中で一番ハードルが高いかな。まああの レクもあのタンバリン、ね、あタンバリンもね、あのタンバリンも、うん、実はイエイエさん結構鳴らせてたけど、うん、実はあれもだいぶあの難しいんだけどね、うんうん、だからどっちがとは言えないんだけど、うん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 、まあただその尺八はメロディーだから、うん、またちょっと違うベクトルの難しさはあるよね。あそうだね、うん、それはそうだね。レクはさ、どちらかって言えばもうほんとタンバリンとか、まあドラムじゃないけど、うん、なんかそういう打楽器、ね、リズムだね、リズムだからね。こっちはメインになる、うん、あれだもんね、主旋律、主旋律っていうのか、そういうの。まあ尺八といえば、うん、結構海外でも知られてて、海外のまあ音楽愛好家も日本のが来れば尺八みたいな、あのイメージ持ってる人結構いるみたいで、海外のまああの管楽器奏者とかも結構ね尺八に興味がある人は多いみたいで、というわけでまああの長々いろいろ脱線したりもしましたけど、今回は、日本の楽器この尺八をですねチャレンジしていただきました。はい、楽しんでいただけたでしょうか。いやすごい楽しかった。ああよかったです、はい、これからもねなんか楽音楽とか楽器とか興味持ってもらえればなと思います。はい、ありがとうございます。今日は、ね、はい、楽しかったです。はい、皆さんもありがとうございました。またよろしくお願いします。